周防大島高校でチャンス、チャレンジ、チェンジ。地域の皆さん、こんにちは。周防大島高校です。私たち周防大島高校は島ただ一つの県立高校として、地域活性化に向けて高校生にできるさまざまな地域貢献活動に取り組んでいます。この番組島高チャチャチャではチャンス、地域貢献活動等の島高生の取り組みや学校の様子、チャレンジ、周防大島高校の挑戦、チェンジ、私たちと学校の成長の様子、何よりも高校生の元気を地域の皆様にお届けしたいと思います。番組は周防大島チャンネルさんのご協力を得て2ヶ月に1回1週間程度放映されます。私たち高校生の手作りでその折々の様子を紹介してまいります。ぜひ楽しみにしていてください。申し遅れました。今回のナビゲーターは2年の西村優衣と2年の吉村亮が務めます。せーの、よろしくお願いします。今年度第1回目のプログラムはこちら、駒沢大学附属苫小牧高校吹奏楽局との交流。3月31日に行われた駒沢大学附属苫小牧高校吹奏楽局の皆さんとの交流会の様子をご紹介します。山口県政出前トーク。5月8日地域創生の授業で山口県庁の職員の方を講師に迎えた県政出前トーク、山口県庁が学校にやってきたやややの様子の紹介です。4月1日と2日、北海道の苫小牧高校吹奏楽局の皆さんが顧問の内本健吾先生の出身地である周防大島を訪れ、島内各地で講演を行いました。3月31日には私たち周防大島高校の生徒との交流会が開催され、お互いにとって刺激的な時間となりました。では交流会の様子をご覧ください。せーの、どうぞ。私は今日とても楽しみにしていました。初対面ということで緊張しますが、3日間いろんな活動を通して皆さんと絆を深められたらいいなと思います。3日間よろしくお願いします。今日から初対面なんですけど仲良くなれたら嬉しいです。で、山口のこと、この島のことをたくさん知れたらいいなと思うので、これからよろしくお願いします。交流会では3つのチームに分かれて活動しました。1つ目のグループは新野球少年チームです。このチームでは周防大島町出身の兄弟デュオマウンテンマウスのオリジナルソング新野球少年の歌に合わせて応援をしました。苫小牧高校の生徒が講師になり、マウンテンマウスマーシーも参加してくれて大変盛り上がりました。2つ目のグループはカラーガードチームです。カラーガードとはマーチングバンドでフラッグなどを使って演奏に合わせて演技するパートです。感性がとても大切なパートで、苫小牧高校はカラーガードを得意としておられます。周防大島高校の2年平井ピュアです。最初は簡単だと思っていたけれど、右手と左手で動きが違い難しかったです。両手でやるときは
頭が混乱しましたが、苫小牧の皆さんに教えていただき、簡単にできました。とても嬉しかったです。3つ目のグループはフラチームです。カウアイ島と島縁組を結んでいるという縁もあり、周防大島高校では授業でフラダンスに取り組んでいます。このチームでは周防大島高校の生徒が講師を務めました。最後に各チームの成果を発表しました。どのチームもそれぞれ結束力があり、素晴らしい発表となりました。周防大島高校2年、川部理子です。苫小牧高校の方に応援を教えていただき、苫小牧高校の本番のステージにも出演させていただき、苫小牧高校と周防大島高校、そして会場全体の一体感を感じることができ、貴重な体験ができました。周防大島高校3年、吉田美久です。2年生の時に学んだ深い歴史を持つフラを苫小牧の皆さんに知ってもらうことができて嬉しかったです。北海道と周防大島、そしてハワイがつながった、とても貴重な体験をすることができました。お別れの際には苫小牧高校の皆さんが演奏してくれました。間近で演奏を聴いて、その迫力に圧倒されました。苫小牧高校は4月1日と2日の2日間で鵜ヶ島や上野省、区間などの7カ所の会場を駆け巡り、コンサートを行いました。どの会場でも心のこもった演奏とパワフルなパフォーマンスで感動を巻き起こしてくれました。春休みの5日間、北海道から感動を届けてくれた苫小牧高校の皆さん、本当にありがとうございました。次に山口県庁出前トークの様子を紹介します。県産農林水産物の需要拡大、山口県の観光振興、山口県の国際交流、山口県のスローツーリズム、6次産業化、農商工の推進、高齢者の福祉の6つのテーマで講演していただきました。5月8日月曜日、地域創生の授業において、私たち2年次生が
山口県庁からお招きした講師の先生方の講演を聞きました。そこでの地域の暮らしをそのまま体験をしていただくというようなものを、いわゆるその旅行の総合企画部中山間地域づくり推進課の篠原先生には山口スローツーリズムの推進というテーマでお話しいただきました。というようなものをやっています。周防大島は県内で最も体験型教育旅行を受け入れている地域であることを知りました。これが県内全体の状況なんですけど、実は周防大島町っていうのがこの体験型の教育旅行の受け入れを全国でも先駆けて実施をしているところで、この県内の5800人という数字は実はほとんどが周防大島町でございまして、周防大島町スローツーリズムとは何ですか？はい、田舎に滞在し農林漁業田舎の生活の体験をはじめ地域ならではの食自然環境歴史文化の魅力を楽しむことです。スローツーリズムの講演で印象に残ったことは何ですか？はい、山口県で他の県の子どもたちが宿泊体験をしていることが印象に残りました。スローツーリズムの講演で学んだことは何ですか？はい、宿泊体験で山口県の田舎でしかできない体験を知ることができました。地方の取り組み、地元のものを地元で食べていただくという取り組みをしています。農林水産部内島山口推進課の島田先生には県産農林水産物の需要拡大というテーマでお話しいただきました。夢ほっぺや花っこりなどの山口ブランドや地産地消の取り組みについて学びました。ということで、さらに、農林水産物の需要拡大だったり、需要に応じた産地づくりをしてもらって、見ては農林水産、農林漁業者の所得を向上しようというのが目標です。糖度が高いものをですね、埋め取ってしてですね、農林水産部内馬山口推進課の高田先生には六次産業化農商工の推進というテーマでお話しいただきました。六次産業とは一次産業、二次産業、三次産業の良いところを掛け合わせた産業という意味です。地域創生化ビジネスコース2、3年次生が揚げの庄海の市で委託販売する JA 商品島育ちみかんストレートジュースも6次産業商品であることが分かりました。そういった商品を認定するようなロゴマーク、PR するようなロゴマーク、山美ちゃんと言います。実はですね、料理っていうのをやります。あとは日本酒がすごい山口県はすごい有名で、皆さんの出したいとか東洋美人とか、なんかそういう日本山口県のお酒がすごい世界で有名になっているっていうのはご存知かと思うんですけども、観光スポーツ文化部観光政策課の古賀先生には山口県の観光振興というテーマでお話しいただきました。観光客誘致のための取り組みについて知ることができたので、周防大島の観光客を増やすヒントにしたいと思います。なかなか観光に来られないという傾向があります。で、外国人の方もついてもですね、全国でも観光振興の講演で印象に残ったことは何ですか？さまざまな取り組みによって住民一人一人が輝けるような地域づくりを目指しているというところが印象に残りました。観光振興の講演で学んだことは何ですか？交流人口を増やすことによって地域経済の活性化や社会が発展していくということです。今回の講演を聞いて自分たちでできることは何だと思いますか？私たちが住んでいる山口県の魅力を再確認して、その素晴らしさを感じることが大切だと思いました。そして積極的に地域行事に参加することが地域の活性化につながるのではないかと思いました。ありがとうございました。このような国際交流を県が進めているということをぜひご理解していただければ。
ポーツ文化部国際科の貞森先生とマリア・ルビオ先生には山口県の国際交流というテーマでお話しいただきました。クイズも交えながら山口県の友好姉妹都市であるスペインのナバラ州について教えていただきました。また県が取り組んでいる国際交流の実情を知ることができました。そんなにかからないけど、まあ、乗り継ぎはたくさんあれば 10時間以上かかると思う人、10時間以下、そうです、10時間。国際交流の講演で印象に残ったことは何ですか？はい、山口県と交流を持っているスペインはとても自然が豊かで、また世界遺産などの魅力的な建物が多いということが心に残りました。国際交流の講演で学んだことは何ですか？山口県では海外交流における人材が不足しているということを学びました。もっと海外との交流を深めるためにどういうことを行っていきたいですか？はい、まずは身近なことでも海外のことについて知っていき、その情報をもとにたくさんの外国の方と触れ合っていきたいと思います。ありがとうございました。早く見つけて行けば、まあ、早い段階で本人もそういった対応。健康福祉部長寿社会科の金木雄先生には高齢者施策の推進、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるためにというテーマでお話しいただきました。山口県で取り組んでいる健康づくりの取り組みについて知ることができました。今後のデイサービス実習に向けて意欲が高まりました。普段自分たちが当たり前だと思っていた周防大島の自然環境や生活を見直す貴重な機会をいただきました。島唯一の県立高校生として地域のいろいろな場面で活躍する力をつけるためにこれからも学び続けたいと思いました。周防大島高校の歳時記をお届けする島高ダイアリーのコーナーです。今回は7月から6月の様子をお届けします。せーの、どうぞ。
今年度初めての島校チャチャチャはいかがでしたか？周防大島高校はこれからもこの島に高校があってよかったと思っていただけるような取り組みをしてまいります。地域の皆様の応援をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。周防大島高校でチャンスチャレンジ。